岡さんです。今回も秘密のお留守番やっていきます。前回こんな感じで結構食べ物集めたんだけど、今回はもっともっとねコンプリートを目指して頑張っていきたいと思います。早速レッツゴー。あ、ちなみになんか他の食べ物に吹っ飛ばされて今テーブルの上にいます。でそしたらね、見てほら、ここにチョコドーナツある。イエーイ、早速ラッキーゲット。じゃあこっからは一旦ブルーベリーになっていこう。一応なあさん、今回は他の人の動画見て勉強もしたからいろいろ分かってるからね。はい、じゃあまずはこの坂を登っていって、で向こうにジャンプ。オッケーオッケー。ほら、そうするとこの上に、あー、いけるかな、ちょっと待って、いける、あー、いけない、こっちに飛べばいいか。はい、オッケー。そしたらこのかぼちゃをゲット、イエーイ。でさらにここからこの下の葉っぱのあるところに行ければ、あ、行けなかった。もう一回ここから慎重に小さいジャンプ、これでどう。お、行けた行けた行けた、お、行けた。そしたら見てください、ここに超ちっちゃい丸あるでしょ、これがなんと、はい、キャビア。すごくない、めっちゃちっちゃい。ちょっとキャビアになろう。見てこのキャビア、めっちゃちっちゃくない、もう棒人間じゃん。でまたさっきのカボチャのところに来たんだけど、今度はあっち側に行ってみよう。なんかよく見たらこの辺の箱もさ、ビスケットとかアップルパイとか美味しそうだね。はいはい、じゃあこっちの方行って、するとほらここにも見えるでしょ、卵。よし、卵ゲットだぜ、イエーイ。卵かわいいんだけど、いや卵っていろんな料理に使えるから大事だからね。で次は前回取れなかったスイカにもチャレンジしてみます。このなるべく端っこの高いところに行って、あ、落ちちゃった。ここからジャンプ、いや、いけない、もう一回ジャンプ、あ、届かない、えい、おおおお、いけたいけたいけた、やったー、ここいけるんだ、やった、嬉しい、スイカゲットです。これスイカって一番大きいんじゃない。でさらにこっち側もあるから登っていって、このすごい細い道を気をつけて進んでいくと、これ怖いな、落ちそうで。はい、そうするとここにあるでしょ、このなんかステッキみたいなやつを、これ絶対取んなきゃ、取れなかった、マジで。よしよし、今度こそ頼むぞ。よし、これでちゃんと向き合ってるね、下行けば、はい、ゲット、イエーイ、キャンディーケーン。あとね、次のやつは他の人の動画見て知ったんだけど、いや、これは気づけないよ、知らない人はびっくりすると思う。ほら見て、このアスレチックになってる棚の下にじゃじゃん、なんとこんな穴があります。いや、この穴気づく、これ、これこんな気づく。でこっからは迷路みたいになってるから、ちょっとどこ行けばいいかな、朝もわかんないけどね。え、待って、なんかネズミに食べられた、なになになに、え、これどういうこと。あ、捨てられた、ネズミがいるんだ。まあまあいいや、とりあえず進んでみようっと。いや、この二手に分かれてる道とかどっち行けばいいかわかんないけどね。まあまっすぐ進んでみよう。お、なんかアヒルさんがあるね。なんとなく物がある方が正解の道みたいな、そういう感じかな、わかんないけど。いや、ちょっとこれなあさん迷子になってんじゃないの。あ、ほら、このスプーン最初の方に戻ってきちゃった。じゃあ次はこっちからもう一回行ってみるか。これさっきのアヒルのとこね。で、ここをさっきはあっちから来たから、こっち側行ってみよう。うわー、またネズミに食べられた。何これ何これ、助けて、みんな助けてくれー。いや、嘘でしょ、ネズミにスタートまで戻されたんだけど。まあ、また頑張るわ。やばい、またネズミが来てる、ネズミに追いかけられてる。ちょっともうやめてくれ、ネズミ、ほんとにこれ、ネズミどうしたらいいの、ほんと。やばい、急げ急げ急げ、急いで、とにかく逃げろ。え、何何、なんか壁がある、壁がある、え、あ、何ここ、何ここは、なんだ、ここは、なんだ、わ、こんなとこに穴があった、ええお、こっから、え、こっから外に出られるんだ、すごー。ほら、だってこの部屋の中、さっき取ったスイカある。え、なにこれ、ブランコにキノコ乗っかってんだけど、かわいい。じゃあこれはゲットさせてもらいまーす。あ、そこにもなんか食べ物あることになってるね。え、なんだろうこれ、ちょっとわかんないけど取ってみよう。はい、パンケーキ、あ、パンケーキだったら、かわいいね、パンケーキくん。でもね、この迷路の中には確かもう一個ぐらいは食べ物あったと思うんだよね。だからもう一回探してみよう。なんかコインがある。これは拾えないんだよね。うわ、またネズミだ。もうネズミ怖いって、これ。恐ろしいんだけど、ほんとに。いやいや、何回スタートに戻されんの、これ。はい、またネズミに捕まりました。だから水風船みたいなもの見つけたけど、残念ながらこっち行き止まり。じゃあこっちの道行ってみようっと。お、なんかメガネみたいな、あ、待て待て、ここに、あ、見つけた、イエーイ、なにこれ、
小さいチーズのかけら、イエーイ。いや、これどうなんだろう、洞窟の中はクリアしたのかな。いや、ナーさんはどっちかっていうとこのお金の山の方が欲しいけどね。よし、じゃあ今度はお風呂場に行こう。まずこの椅子を登っていって、でこのシャンプーを渡って、この細い道をキャビアで渡っていく。いやー、これちょっとまだ落ちそうだよ、怖いけどね。でここからこのドラム式洗濯機の丸いところに移らなきゃいけないんだよね。ジャンプできるかな。せーの、ジャンプ。全然ダメだ。もう一回やってみるけど、これどうやっていくんだろう。うわ、全然いけなくない。あれ待って、でもなんか洗濯機の隅っこになんか見えるんだけど。まさかのこんなとこに食べ物あるの。イエーイ、ラッキー、薄塩ポテトチップスだって。やだだ、今食べたい、大好き。はっ、おお、いけたいけたいけた、いけたよ、オッケー。でさらにここからあっち側に移らないといけない。これ難しいよ。こっからいくよ、せーの、はい。あー、ダメだ。お、いけたいけた、もうちょっと無理かと思ったけどいけました。でね、いやそんなのありって思うんだけど、ここから上を向いてこの蛇口に向かって入るんだって。そんなできる。アヒルさんの上に乗ってジャンプ。あー、入らない。ジャンプ。あ、入った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 。なに、ここどこ、ここ、あ、あった、ゲットした、卵寿司、イエーイ。いやこれ難しすぎでしょ。で今度はいつも部屋を走ってる汽車を探しに行って、ほらこれ見えるかな、汽車の中になんか食べ物入ってんの。だそこに向かってジャンプ。あ、入った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 、ほら、角砂糖、かわいい。角砂糖かわいいんだけど。じゃあ次は一旦卵になって、またお風呂場の階段を登っていって、で卵で今度はこっちのハンカチにしがみつく。でそうすると卵はね、ほらこのドライヤーの風で飛ばされないで登れるんだけど、落ちた。はい、今度こそ登りきれたね。でさっきの蛇口は無視して、ここからそっち側にジャンプすると、そこにほらなんかあるでしょ、食べ物。これ何、桜餅、ピンク色、いいね。そしたら今度はキャンディーケイン、これ使っていきます。まずはお風呂の階段を登っていって、そっちにピョンと、であっちにもピョンと、オッケー。そうするとね、これなんとこっち側にあ、レモンくんも来てるね。この辺が、あれ？なんか開くんじゃなかったっけ、この辺。あれ？あ、ほら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 、開いたでしょ？ほら、開いた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 、見て、開いた、入りたい、入らせて、どうやったらいいのこれ、どうやったらいいんだ、入った入った、やった、イエーイ、ピーナッツゲット。さらにね、このフックをここに引っ掛けたいんだよね。どうやって引っ掛けんだろう、難しくない？引っ掛かったかな、これ。あー、落ちちゃった。はい、ここに引っ掛け、これで足をなくせば、お、乗れた、イエーイ、あっち側にスーッと行ける。いや気持ちいいねこれ。ちょっと外側に行って、落ちないように落ちないように気をつけながら、はい、登れた、オッケーオッケーオッケー、いいね、登れた登れた。あれ、大丈夫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 ですか。はいはいはい、登れてるよね、登れてる、オッケー。で次またこれに引っ掛けて、ほらスーッと行きました、イエーイ。ちょっと待って待って、帰っちゃう帰っちゃう帰っちゃう、帰らないで。はい、到着で、これで足を伸ばせばココナッツ、イエーイ。ココナッツも大きいね。いやこれすごいよ、相当集まったんじゃないかと思うもん。ほらめっちゃ集まった。そうだ、すっかり忘れてたけど、ここにバナナあるんだった。まずはこの本を一段ずつ登っていって、ここから向こうにジャンプ、オッケー、バナナもゲット、でかいね。とりあえず今度はこの和室に行こう。で次はこの掛け軸の裏にも食べ物があるらしい。じゃあここを登らせていただいて、ジャンプ、あ、届いた、ありがとう、手伝ってくれた人本当にありがとう。ちゃんとお礼はしなきゃね。そして今度はこの天秤をあげてもらおうかな。わ、かぼちゃの人が持ち上げてくれてる。いや、ありがたいね。で、この先にドラゴンフルーツがあるんだけど、あれ取るの難しいんだよね。ここから端っこの方に向けてジャンプ！いやー、届かない。何度でもジャンプ！さらにジャンプ！いやー、いけたいけた、あー、いけたのに落ちちゃった、マジか。奇跡を見せてくれ。おー、いけたいけた、やったやったやった、めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいんだけど。で今度はここからあっちのテーブルの上にジャンプすると、ここにも、はい、三色団子があります。ただなんとですね、ナーさん残り持ってない食べ物が1、2、3、4、5個、5種類でコンプリートだよ。これはもうコンプまでやっちゃいたい。え、待って、なになになに、なんか急にここ開いたんだけど。え、なに、入ってみよう。
おお、こんなとこにラッキーなんだけど、何今ちょっと何が起きた、何が起きたか分かんないけど、なんか畳が開いて果物ゲットできた。いや誰か知らないけどありがとう。待てよ、この上がった畳を利用すれば、ほらあっちにジャンプ、イエーイ、いいねいいね。でここも登って、だるまさんを登っていって、普通に歩けばいけるね。であっち側にジャンプ、オッケー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 。でさらにあっち側にジャンプ、おお、え、餃子、あれ取れた取れた、なんかあれ餃子何今なんか、なんかあれなんか取れたんだけど、まあまあまあラッキー。多分本当はこの壺の中に入ってたんだと思う。そして今度は左上のグループ特典っていうのがあるんだけど、秘密のオールスマのグループに参加するとなんとこれもらえちゃうみたい。このなんかカップケーキみたいなやつとチョコレート、これ良くない？めっちゃ可愛い。はい、ゲットしちゃいました、2つとも。これ嬉しいね。多分ね、このアスレチックにももう一個あるんだよね。このアスレチックは前回もやったから順調に登っていって、はいっと、ここもはいっと。でほら見えるでしょ、奥の方になんか赤いフルーツあるの、あれ取りに行こう。あっち側に向かってジャンプ、これ大丈夫かな、落ちない、大丈夫、あ大丈夫だ、危ない危ない、ちょっと落ちそうで怖い。イエーイ、これなんだろう、ライチかな、ライチゲットしました。さあまた最初の方でスイカをゲットしたこの掃除機のところ、この掃除機の置いてある棚の裏側に行くと、はいフランスパン。っていうかこんな簡単なのに、なあさん間違えて放置しちゃってたわ。はいゲットしました。なんかなあさん見逃してたのあったみたいだから、もう一回和室に来てみたよ。ほらほら、さっきのこの座布団の場所の端っこを見てみると、ほらね、なんか食べ物あるでしょ。いやー、なあさんはこれを完全に見逃してました。はい、温泉まんじゅう。はい、これで実はあと1個なんですけど、これ葉っぱなんですよ。葉っぱってね、取り方分かってるんだけど取れるかな。このゴミ箱開けないとだけど、周りに誰もいないんだよね。うわー、ついにやったーめっちゃ時間かかったんだけど、 2,3 時間かかったよ。やっとねゴミ箱を開けることができて、これをゲットできます。はい、え、ゲットできない、何これ、どうやってゲットするの、ありがとう、サラダの葉っぱやった、これでコンプリートー。ということで見てください、無事に全ての食べ物をゲットできました。最高、これでとりあえずはクリアなので、またアップデートを待ちたいと思います。皆さん頑張ったねって思ってくれた人は高評価チャンネル登録お願いします。また次回の動画も見に来てね。バイバーイ。